池もない。だからまず水がないところだったんです。で、唯一飲める水というと、雨水しかなかったんですね。なので、雨が降ればいつでもあそこに水が来るようにという願いと、あと、先ほどもありました、壕という穴に兵隊さん潜ってたんですけどね、その穴から太陽の光も見ずに、その壕の中で戦死してしまったっていう人も中にはいたわけです。で、その人のためにもいつでも太陽の光が降り注ぐようにという形で、わざと天井に穴開いた形になっています。では次にですね、硫黄ヶ丘というところに参ります。こちら硫黄島、昔ただの無人島だったんですけど、明治頃になってから、こちらの方で硫黄が採取できる、で海だとサメが取れるということで、ずつずつ人がこちらの方に来るようになって、で大正の頃に実質的な入植になったんです。こちら最高で人口が1000ぐらい、1000以上の人口がいたそうです。で各所にも村が点在してたそうです。で硫黄ヶ丘、硫黄を採取できる場所になってるんですけど、硫黄島産業というのがこちらに、その硫黄採出するための会社ができました。でその会社があった場所になるんですけど、硫黄っていろいろ使われるんですけど、薬品、それから香料とかの採取するときに使う原料にもなるし、火薬の原料にもなりました。でその硫黄を採取して本土に売り込むという形で産業が成り立っていました。その硫黄ヶ丘の近くには昔建てたともあるこちらの、神社、硫黄島神社というのも残されてますが、今回はちょっとですね、硫黄ヶ丘のところちょっと地面が緩くなってまして、抜けるところがもしかしたらあるかもしれないので、ちょっと手前側でその光景を見る形となるんですけど、よろしくお願いします。